電子戦電子攻撃カバー妨害を受けているレーダー画面90度から130度にかけて3つの妨害源があるトーネードイーシアー電子戦機機体化にハーム左翼化にケルベロス EGM 装置を搭載している戦術高エネルギーレーザー実験機電子攻撃は敵が利用する電磁スペクトルを妨害するための活動のこと下記のように細分化される 電子対抗手段は単に妨害とも称される。また、妨害を行う装置を電波妨害装置と称する。妨害の手法は概ね4つの軸によって分類することができる。信号方式レーダー信号であるか、通信信号であるか、攻撃方式カバー妨害であるか、疑問妨害であるか、妨害プラットフォームと対象の位置関係事故、防御方式であるか、 スタンドオフ方式であるか。デコイ通信信号に対する妨害は受信機が求める信号から情報を再生する機能を妨げるものである。通常、ノイズ変調によるカワー妨害という形態をとる。一方、レーダー信号に対する妨害は、レーダー装置が反射信号から目標の情報を得る機能を妨げるものであり。 カバー妨害と疑問妨害の双方の攻撃方式が用いられる。なお、プラットフォームにステルス技術を適用することにより、敵レーダー画面上で SN 比を下げ、レーダー妨害をより有効化できることから、ステルス技術を受動的な ECM 技術として分類する場合もある。カバー妨害は、敵の非妨害受信機に対し、敵が求める信号を上回る出力で、 妨害電波を発することによって SN 比を下げるという攻撃手法である。通信妨害の場合、これによって敵が求める信号を再生できないか、少なくとも再生により得られる情報の品質を大幅に劣化させる。レーダー妨害の場合、レーダー反射波をノイズによって覆い隠し、その存在を確知できないようにする。疑問妨害は敵が求める信号とともに、 偽の信号を受信させることで誤った情報を与えるという攻撃手法である。この手法は通常はレーダー妨害に用いられ目標の位置や速度について誤った情報を与えることでレーダー処理を妨害する。また、レーダー以外にもスプーフィングにより衛星測位システムと同じ周波数帯、同じ信号フォーマットの妨害信号を送信することにより 取得する座標を誤らせる装置がある。自己防御方式の場合、レーダーの目標とされているプラットフォーム自身が搭載する妨害装置によって妨害が行われる。一方、スタンドオフ方式の場合、レーダーの目標とされているプラットフォームを防護するため、他のプラットフォームに搭載された妨害装置によって妨害が行われる。デコイは敵を疑問して、 本物の目標と誤認させる目的で展開する装備である。その任務は下記の3つに分けられる。チャフやフレアは最も古典的なデコイとして知られているが、これらはいずれも誘惑任務のデコイであり、前者は電波、後者は後派を目標帯域としている。対電波放射源兵器は電波送信機を物理的に無力化する兵器である。通常、 適防空母を制圧作戦において用いられる。指向性エネルギー兵器は、操縦信機以外の敵資産を、電磁波的に攻撃する兵器である。現在のところ、アクティブディナイアルシステムに代表されるような、基地姿勢兵器が主流であるが、戦術高エネルギーレーザーのように、物理破壊可能な兵器も研究されている。ありがとうございます。